人を殺したんだ。君はそう言っていた。梅雨時つぶ濡れのまんま部屋の前で泣いていた。夏が始まったばかりというのに君はひどく震えていた。そんな話で始まるあの夏の日の記憶だ。殺したのは隣の席のいつもいじめてくるあいつ。もう嫌になって肩を突き飛ばして打ちどころが悪かったんだ。もうここにはいられないと思うし、どっか遠いとこで死んでくるよ。そんな君に僕は言った。それじゃ僕も連れてって、財布を持ってナイフを持って携帯ゲームをカバンに詰めて、いらないものは全部壊してゆこう。あの写真もあの日記も今となっちゃもういらないさ。人殺したダメ人間だ。君と僕は旅立つ。そして僕らは逃げ出した。この狭い狭いこの世界から、家族も暮らしも奴らも何もかも全部捨てて君と。僕ら誰にも愛されたことなどなかったな。そんな嫌な共通点で僕らは簡単に信じ合ってきた。君の手を握った時かすかな震えもすでになくなっていて、誰にも縛られないで二人線路の上を歩いた。金を盗んで二人で逃げてどこにも行ける気がしたんだ。今から怖いものは僕らにはなかったんだ。額の汗も落ちた眼鏡も今となっちゃどうでもいいさ。あぶれ者の小さな逃避行が旅立つ。いつか夢みたい優しくて誰にも疲れる主人公なら、汚くなった僕たちも見捨てずにちゃんと救ってくれるのかな。気がした。気づけば僕は捕まって君がどこにも見つからなくて、君だけがどこにもいなくて、そして時は過ぎていった。ただ暑い暑い日が過ぎてた。家族も暮らすも奴らもいるのに、なぜか君だけはどこにもいる。あの夏の日を思い出す。僕は今も今でも歌ってる。君をずっと探しているんだ。君に言いたいことが2月の終わりにくしゃみして、6月の匂いを繰り返す。